自分の心配点が減ったような、そういう雇用統計の数字だった。ブルにとっては今すごくいい状況が来てると思う。はい、どうも皆さんこんにちは、マカベです。アメリカン投資家ジムクレーマーをフォローしています。12月8日金曜日のマットマネーですけども、ジムクレーマーね、開口一番この日は注目されてた雇用統計の発表あったよなと。で、11月の非農業部門雇用者数前月比19万9千人増ということで、予想がね18万5千人増だったんで予想より多かった。しかも失業率はね、予想が 3.9% だったんですけども、その予想より低い 3.7% だったなと。ジムクレーマーね、ということはこれ経済って全然沈んでないよ、大丈夫だよということが示されたんだと言ってるんですよね。いやー、そうですよね。前の回がね、結構ね、非農業部門雇用者数ゴーンって落ちてて、しかも失業率上がってたん で予想はね、この高いままかなっていうやつが結構下がって、で雇用者数は上がった、大丈夫じゃんってことで、で一方で賃金平均時給が前月比 0.4% 増で、市場予想が 0.3% 増だったんで、予想よりはちょっと伸びてるんですけども、ジムクレーマー的にはこれ賃金インフレも収まってきている、大したことないんだと言ってるんですよね。ということで、ジムクレーマーが言ってるのはまさに今ソフトランディングに向かっている、それを表すような雇用統計の数字だったから。で、今いろんなことを言う人がいて、このまま経済どんどん冷え込んで景気後退突入するんじゃないか、そう言ってる人と、なんとかソフトランディングいけるんじゃないかと言ってる人がいて、ジムクレーマー的には今ソフトランディングに向かっていると主張する人たちを後押しするようなこの雇用統計の結果だった、だからこの日株価また上がっただろうと言ってるんですよね。ダウはプラス 0.36%、 SP500 はプラス 0.41%、 ナスダックはプラス 0.45% で、俯瞰するとね、まあ、CPI でトーンって飛んでからじわ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 上に行っていて、でこれ SPY ですけども、SP500 は52週高値つけた。いやー、いい感じですよね、今本当にね。で、ジムクレーマーね、今回のこの雇用統計の結果で、自分は次の FOMC に対する心配がなくなったよと。で、それ次の週にあるから、早速次の週のゲームプランに行きたいんだけどと言ってて。で、これ恒例のね、ジムクレーマーのゲームプラン言ってるわけですけども、一番大事なのはここだから、ここから行きたいと言ってるのが、この水曜日のFOMC ミーティングなんですよね。いやー、今年最後の FOMC ですよ。ジムクレーマーね、やっぱりこの週の一番の注目、この FOMC 後にどのようなフェッドの次の動きが発表されるのか、そしてパウエル議長がその後の記者会見で何を言うかだと。で、彼に対する否定的な意見を持つ人が多いの知ってるけども、だけどインフレの過熱は彼のせいじゃないと自分はここまで言ってきて、で、その証拠にね、世界中で似たようなことが起こってる、パウエルはパウエルで彼がやらなければいけないことをやったんだと。動きが遅かったっていう人もいるけども、例えばオミクロン株が出てきた時、まだその影響どうなるか分かんなかった、誰にも分かんなかった時に、預言者みたいな動きはできるはずがないだろうと。で、ジムクレーマーね、パウエルは忍耐強くインフレに対処して、必要とされる厳しい行動をきちんと取って、急激に金利を上げてインフレの過熱沈めようとした。で、実際沈まってるじゃないかと。でね、昔からフェッドの次の動きを予測して馬鹿げた推測ゲームをすることで儲けようとするトレーダーがたくさんいる。で、そういうトレーダーのね、短期的な意見とか聞いても無駄だから、で、むしろ害悪だから、ぜひあなたたちはそういう意見に飲み込まれないでくださいと言ってるんですよね。で、例えばね、そういう害悪なトレーダー、今なんて言ってるかっていうと、今利下げの時期を推測してるんだと。で、この日の雇用統計結構数字強かったから、それについてなんて言ってるかっていうと、せっかく利下げ期待が出てたのに、こんなに雇用の数字強かったら利下げ期待が後退してしまったじゃないか、そういう風にわーわー騒いでいる。で、確かにそれはね、一面としてあって、利下げはいつだろうなと思うのはわかる。で、雇用統計の数字もっと弱かったら、さらに利下げへの期待高まったのにと思うのはわかる。だけどこれ全部馬鹿げた推測ゲームなんじゃないか、自分は利下げなんかまだまだ視野に入らない、議論するには早すぎると前にも言ったはずだと。こういう馬鹿げた議論にあなたたちが巻き込まれてほしくないんだと言ってるんですよね。で、株式市場っていうのは、経済にとっていいニュースが株式市場にとってもいいニュースになるとは限らない。むしろ経済のいいニュースっていうのはマーケットにとって悪いニュースになる。そういうことも多々あるんだけども、今は経済にとっていいニュースは
株式市場にとってもいいニュースなんだと。で、なぜならばね、経済がいいってことはフェットもね、今何もすることがないからだと言ってるんですよね。パウエルはインフレとの戦いに勝ちながら、さらにきちんと仕事を作り出すことができて、だけど、そこまで賃金インフレが高くならずに抑えられたら、これは彼の使命を果たしているということで、今動く必要がないということで、だからこの週の FOMC も動きがないものになるだろうってことは、まさにそういう状態が株を持ち続けるのに理想的な状態なんだ今と言ってるんですよね。彼は今金利を上げる必要がない、下げる必要もない、まさにそういう状態が自分たちがね株を持ち続けることを正当化するんだと。で、まあ、この週の一番の注目はこの水曜日なんだけども、あと何があるのか、残りも見ていこうじゃないかと。で、多分多くの人はもうね、決算シーズン終わったと思ってるかもしれないけども、差にあらずだよと言ってるんですよね。まだまだ大事な注目決算が控えている。しかも、業界を代表するような企業。この決算聞いとけば、いろんなことがわかるよっていう。それがこの週もいろいろあるから見ていこうじゃないかと。まず月曜日、オラクルの決算発表あるよと言ってるんですよね。で、このオラクルっていう会社は、普通手堅い会社だから、普通はこの会社の決算それほどね物議を醸すことがないはずなんだと。堅実なソフトウェア会社で株価は結構手頃なバリエーションで、ほとんどねこの会社決算の数字逃すこともないから。ただ前回は違ったよなーって言ってるんですよね。前回の決算みんなが失望を感じて株価は126ドルから100ドルにガーンと急落したよなと。で、そうですよね、本当にね、9月11日の決算、ここのところですよ。売上も EPS もビートしたんですけども、ガイダンスがね予想より下だったんですよね。で、 13.5% ドーンここ落ちたわけですよ。で、ジムクレーマーね、オラクルは2年前にサーナーっていう電子カルテの会社を280億ドルで買収して、で、その買収がね、良かったと思う人と、悪かったと思う人、これ二つに分かれてるんだと言ってるんですよね。悪かったと思う人は、そのサーナーの買収に過剰な資金投入してしまったんじゃないかと、そうやって考えていて。ただ良かったと思う人は、このサーナーの買収がさらにね、オラクルを AI ベースの強力な企業に変えるのを助ける。そうやって考えている。で、その見解の相違がずっと続いてて、結局前回の決算では、やっぱり買収ダメだったんじゃない、あの買収痛手だったよなと、その買収の否定派が勝利した形になっている。でもそれ以来マーケット全体がね、10月の下旬に底を打ってからオラクルの株価も回復してきてるだろうと。ジムクレーマー的には今回の決算では今度はオラクルの強気派が勝つんじゃないかなと言ってるんですよね。で、このねマーケット全体が上がってるとこでオラクルも上がってるけども、これなぜかっていうと、やっぱりウォール街が AI 革命に再び恋をしているからだと。で、ジムクレーマーね、自分のファンドオラクルの株持ってるんだけども、ウォール街がねまた AI に恋をする感じに戻ってきてるから、フォーリンラブだから、バービーとはじめちゃんだから。で、このオラクルっていうのは伝説的な創業者のラリー・エルソン、彼が今ねオラクルのビジネスのどんどん AI ビジネスへのシフト、このアジェンダにめちゃめちゃラリー・エルソン自体がね注力してやっている。だからオラクルのこの先ジムクレーマー自分は期待しているし、オラクルのクラウドはすごいと思うし、で、今回の決算も素晴らしいこと言ってくれると期待してるんだと。はい、で、次火曜日はジョンソンコントロールズの決算発表あるよと言ってるんですよね。で、これね、冷暖房とかね空調設備の会社なんだけども、ジムクレーマーこのね同業のキャリアグローバルの株価、この日 4.50% もトーンと飛んだんだと。で、これはなぜかっていうと、セキュリティ部門、ホテル用のロックとかのね、そのグローバルアクセスソリューションズの事業を 49.5 億ドルでハニウェルに売却する、そういうニュースが出てトーン上がっている。で、そもそもキャリアグローバル株価も結構いい感じなんだと。で、片やジムクレーマーね、競合他社のジョンソンコントロールズ、これに関しては自分はねここまで避けてきた。で、なぜならば自分が見たいグロースがこの会社ないからだと。ただ株価はね今年もう 4% 以上下がってて、キャリアグローバルみたいに上昇してないから、株価のキャッチアップがあるのかという点では注目に値する。だから今回の決算後どうなるのかも見たいと言ってるんですよね。
はい、で水曜日、もちろん FOMC が大注目なんだけども、それ以外に注目なのがアドビの決算だと言ってるんですよ。でアドビはね、大企業の顧客だけじゃなくて、全てのクリエイターのためにジェネラティブ AI を機能させるミッションに取り組んでいる。で CEO のね、シャンタル・ナラヤンは常に驚くべきリターン上げてきたし、安定して数字出してきた。今回の決算もだからそれが変わっているとは思わないよと。ただ決算後ね、この会社の株価荒れがちだから、でコンピューターによる高速取引とかを巻き込んでいろんな変な動きする、そう、決算直後の動きに巻き込まれないでほしいよと言ってるんですよね。で決算直後の株の動きっていうのは、会社の業績について真剣な判断、それとは何も関係ないことだから、カンファレンスコールもじっくりと聞いてくださいと。でね、1年以上前にアドビはデザインプラットフォーム会社のフィグマを買収すると、そうやって発表して、で値段はねすごく高かったんだけども、自分はこれ素晴らしい買収になると思っている。今やフィグマのツールっていうのはとても愛されているから、だから200億ドルの価値がきちんとあると思うよと。ただアメリカとね、ヨーロッパの独占禁止規制当局が抵抗するかもしれない。で彼らはやっぱりね、この買収が競争を阻害すると主張している。あまりにアドビが独占的にまたなるんじゃないかと。でこの買収の進展がどうなってるのか、何かコメントがあるのかっていうのも今回の決算で注目したいんだと言ってるんですよね。でアドビね、例えばここの決算のところでも良かったけど下がってから上行っているし、この決算でもね、妙な動きしてますよね。ということで決算後荒れることあるけども、それと中長期のアドビの展望とは関係がないから気をつけてくださいと。はい、で木曜日だけども最高級の会社たちの決算発表あるよと。それがコスコとレナーだと言ってるんですよね。でまずこのコスコの方だけども、実はコスコの決算発表っていうのはいつもね、かなり盛り上がりに欠ける。でなぜならば、コスコはそもそもね、毎月きちんと売り上げがどうだったっていう数字発表してるから、あんまりね、期待とかけ離れた数字になることが少ないんだと。みんなコスコがどれぐらいよくやってるのか見当がついている。でもやっぱりね、今回の決算でも彼らが今の顧客需要がどうなってるのかとか、インフレ経済がどうなってるのか、ここについてどういうのかを聞きたいと思うよと。ジムクレーマーね、自分のファンドはコスコ持ってるんだけども、決算後一時的に下落するかもしれない。そもそも株価どんどん今上行っているから。だけど一時的な下落なんか承知の上で持ってるんだと。自分はここ数ヶ月少なくともこの会社に関しては全然心配してないよと。すごくいい状態で、だからそもそもコスコっていう会社の今の状態っていうのは自分たち投資家を心配させない、それに値すると思うんだと言ってるんですよね。でやっぱね、シアトルに来て感じるのはやっぱりアマゾンいいよということで、でやっぱりね、アマゾン何がいいのかっていうと、万引き問題に全然関わらないよなと。オンラインで e コマースだから、大したスキルのない単なる万引き犯がオンラインのやり取りをかすめ取ることはできない。で今やっぱね、リテールは万引きが問題になってて、でそういう意味ではこのコスコっていうのは会員制だから、会員になってコスコのカードを見せないと店内に入れないようになっている。でそういう仕組みだから、やっぱり万引きには耐性があるんだと言ってるんですよね。だって普通ね、あなたが万引き犯だったら無料でずかずか店舗に入れる店がいくらでもあるのに、わざわざ入り口でチェックされるコスコで万引きしようとは思わないだろうと。だからそもそもこの会員制モデルっていう、これがコスコのビジネスモデルの優れたところで、サブスクリプションフィーがどんどん入るわけだから、それとは別に万引き対策としても素晴らしいんだと。でこのメンバーシップっていう意味で言えば、やっぱりね、アマゾンもオンラインでいいってだけじゃなくて、アマゾンプライムがあるから素晴らしいよなと言ってるんですよね。でさてと、この前のマットマネーでホームビルダーのトルブラザーズのこの決算良かったよっていうのを言ったけども、とジムクレーマーね、で僕もこれね、動画でちょろっと言ったと思いますけども、ホームビルダーっていう意味で言えばレナーはどうなのか、この木曜日の決算発表も注目だと言ってるんですよね。であのトルブラザーズの決算聞いた時、自分は他の素晴らしいホームビルダーももっと評価に値するんじゃないかと思い直して、さあどうなるのか。で今ね、ホームビルダーの株どんどん上に行ってるから、果たしてこの上昇を正当化できるのかどうか見てみようじゃないかと。でこのホームビルダーの株っていうのは金利に左右されるところもあるから、だから一応ね、水曜日の FOMC、 ジムクレーマー的には無風だと思うと言いながら、だけどフェットのインフレとの戦いどうなってるのかっていうのも一応影響するかもしれないけども、さらに上に行くのかどうか見てみようじゃないかと。はい、で最後金曜日ですけども、ダーデンレストランズの決算発表あるよと。これね、イタリア料理店のね、オリーブガーデンとかステーキハウスのロングホーンとかね、あとキャピタルグリルとかの親会社ですけども、
ジムクレーマー、この会社ほど人々が余暇に使うお金の使い道をよく理解している会社少ないんじゃないか。やっぱりね、こうリテールとかこういうダーデンみたいなレストランチェーンは消費者が今価値を求めてお金を使っていると、そういうことを理解している。で、このダーデンレストランズはだから消費者が望む価値を提供している会社で、彼らは売上高の細かい分析を行う。だから彼らの決算を聞けば経済について多くのことを学ぶことができる。だからジムクレーマー的にはこのダーデンレストランズの決算後の株価の動き、どっち行くのかっていうのを今予想するのはすごく難しいと思うけども、でもただただカンファレンスコールを聞いたら、そしたら経済のことよくわかるから注目しようじゃないかと言ってるんですよね。ということで12月8日金曜日のマットマネーの結論ですけども、とにかくこの日の雇用統計は次の週の FOMC を前に素晴らしい数字だったと思うんだと、自分の心配点が減ったような、そういう雇用統計の数字だった。ブルにとっては今すごくいい状況が来てると思う。で、この週は心配は減ったとはいえ水曜日の FOMC が注目で、で、あとはやっぱりまだまだこのね、いろんな分野でキーとなる会社の注目決算があるから、 AI、 リテール、ホームビルダー、レストラン、まだまだこの決算を聞きながら諸々の状況を掴んで、経済状況を把握しながら、この先の株式市場のことまだ考え続けていこうじゃないかと、そう言ってるんですよね。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングランドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずクローガーはということで、これスーパーマーケットですけども、ジムクレーマー、これどうかなと。でね、注目はクローガー、同業のアルバートソンズを買収しようとしてることで、そこの買収を連邦取引委員会ブロックするかどうかっていうのが今ね注目されてて、ジムクレーマー的にはもしかしたら買収ストップされるんじゃないかと心配してるよと言ってるんですよね。はい、次、アサーナはあかんでということで、これね、ソフトウェア企業ですけども、 SaaS ですよね。で、12月5日の決算、売上も EPS もクリアしてるんですけども、トーンと株価下がってて、でジムクレーマーね、やっぱりこの会社には利益を出してほしいよと言ってるんですよ。 EPS がまだマイナスで、おすすめするにはまだ早すぎるなと、黒字化してほしいよって言ってるんですよね。はい、で最後ですけども、バンコサンタンデールは A でということで、これね、スペインの商業銀行ですけども、ジムクレーマー、これね、ブレイクアウトしてるんだと。で、この銀行がやっているブラジルでのビジネス、あとはメキシコでのビジネス、素晴らしいと思うよと、買いだと思うよと言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ、毎日マットマネーの解説記事がなる早で届く。メンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画第180弾ですけども、ラリー・ウィリアムズのチャートの回でね、イールドカーブ見たらダウはこっちだと。で、個別株のチャート見たら、テスラとアップルとディズニーはこっちだと、きちっと示してる回があって、あとは債券金利下がってきてる時に、注目すべきセクターの完結版、生活必需品5銘柄。ただ、好調そうに見えて、ここにはめちゃめちゃ注意しようねと。あと、もろもろありますんで、ぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。あとね、メンバーの方向けにはね、僕の個人的な考えも含めて、ご質問に答えることあるんでね。まあ、ごくたまにですけども、ご質問に答える、質問コーナーっていうのもやってるんで。で、最新動画はね、1日前にアップしたりしたんですけども。で、あとは、サブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。今回、長男との二人旅っていうのをやってるんでね。ということで、最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、オラクルの決算のところで、普通はオラクルの決算っていうのは、そこまで物議を醸さないんだけどなと言ってるのがこれです。Now, normally this wouldn't be all that controversial. はい、そうですよね。Now, normally, this wouldn't be all that controversial. 長男、次男、どうぞ。Now, normally, this wouldn't be all that controversial. 最近新しく好きになったものは？好きになったもの。Now, normally, this wouldn't be all that controversial. 最近新しく好きになったものは？トランポリンで遊ぶの。Now, normally, this wouldn't be all that controversial. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。controversial, controversial. で、これね、僕は結構よく使うんですけども、議論を引き起こす、物議を醸すっていう意味なんですよね。で、僕ね、本業がね、研究者なんでね。で、研究って、すごい確定事項って少なくてね、ある研究ではこっちを言っている、ある研究ではこう言っている、食い違っているみたいなことよくあるんで、
で、そういうね、いろんな人の研究の結果が一致しない場合、例えば conflicting results とかね、contradicting results とか、mixed results とか言うんですけども、まだ論争の的であるっていうことを言うときには、何々は remain controversial とか言って、まだこれ、議論が起こっているところですよと、物議醸しているところですよと、結構よく使うんですよね、このコントロバーションをね。まあ、便利な言葉なんですけども、ジム・クレーマー、普通は、オラクルの決算っていうのは、そこまで物議を醸さないんだけども。だから前回は株価ドーンと落ちたよなと、そういうことですよね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうも、ありがとうございました。Now normally this wouldn't be all that controversial. Now normally this wouldn't be all that controversial. 最近新しく好きになったものは？好きになったもの、マイク&アイクっていうお菓子。マイク&何？アイク。マイク&アイクっていうお菓子？なんかアメリカのお菓子あって。どういうやつなの？なんかジェリービーンみたいなの。ああ。だよ、ちょっと細長くて。へー。でフロリダで初めて食べて、あ、この前フロリダ行った時に、うん、意外と美味しかった。いつ食べたの？お父さん食べてないね、それ。食べてない。なんかディズニーのテーマパックかなんか行った時、ああ、みんなで行った時に。そうそうそう。ああ、そうなんだ。そう。で美味しかったの？意外となんかめっちゃ体に悪そうだったけど。絶対悪いよそんなもん。うん、めっちゃ色あるし。へー。けど美味しかったな。あ、そう。うん。あんま食べない方がいいよ。あんま食べない方がいいけど。うん、珍しいね、長男くんがそういうの美味しいっていうの。うん、なんだろうね。なんか他のやつそんな好きじゃないんだけどね。フロリダ補正が入ってるわ。フロリダで浮かれてたから、そういうのもあると思うよ。あ、そう、うん。普段とは違うものが好きになって。でもそういうのってね、意外に忘れないというか、続いたりするんだよね。Now normally, this wouldn't be all that controversial. 最近新しく好きになったものは？トランポリンで遊ぶの。トランポリンで遊ぶ？うん。どこで遊んでんの？トランポリンうちにないじゃん。友達の家のトランポリン。ああ、今日行った友達ん家にある？うん。大きい家らしいね、お父さん行ったことないけど。うん。トランポリンあんの？うん。何して遊ぶの？飛び跳ねるの？いろんなゲームできる。トランポリンの上でゲームすんの？うん。どういうゲームがあんの？ガガとか。ガガ？うん。どういうゲームそれ？でっかいボールがあって、手で人の足を当てようとするの。へえ、楽しそうだねそれ。うん。うちにもトランポリン欲しい？うん。置くとこないね。うん。長男くんと次男くんサッカーばっかりやるから、もう庭も芝生ハゲハゲだもんね。うん。